この子たち誰だ？ということで、はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はなぜか FGO とマクドナルドがコラボするということで、まあちょっとここの情報をね、軽く見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というので、まあ Twitter を見ている方だった場合わかるかなと思うんですが、なんと FGO とマクドナルドがコラボいたします。はい、正直ね、めちゃくちゃびっくりしたんですが、なんかやるらしいです。はい、でそれと同時にコラボクリスマスキャンペーンということで、まあクリスマスかーって感じ。まあクリスマスのイベントがね、一応 FGO の方でもあるということで、まあどういう展開になっていくかっていうのはわからないんですが、もしかしたら何らかしら影響があるかもしれないって感じですね。で画像、まあずーっとね載せてると思うんですが、まあ左側は多分サンタオルタだと思うんですよ。はい、クロウですね、だと思うんだけど、右誰なんだろうなーってめっちゃ思いつつ、新キャラなのかなー、いや全然関係ないキャラクターなのかなーっていうのをね、めっちゃ気になってます。はい、でまあ実際ね、 FGO のクリスマスキャンペーン、まあ一応これコラボキャンペーンということで、まあ何があるのかに関しては本日11月29日の生放送で、まあある程度情報が出されるらしいんですが、どうなんだろうねっていう、まあ普通にキャンペーンとして、まあマクドナルドに行くと冷蔵配布とかがあるのかなとか思いつつ、まあシンプルにグッズ販売されるのかな、どうなんだろうなっていうのは結構楽しみな点になってるかなっていう感じです。でそれと同時にクリスマスということで、もし仮にここに書かれてるシルエットのキャラクターですねがワンチャン来る可能性がある、はい、今年のクリスマスに来る可能性っていうのがあったりするので、ちょっとそこは楽しみだなっていう気持ちもあったりします。でまあ実際のところ、まあ FGO とマクドナルドのコラボではなく、なんかクリスマスキャンペーンでのコラボらしいので、まあそのこと考えるとどうなんだろうなーっていう、まあやっぱり今年のクリスマスの情報がもう出ています。その出てる情報っていうのが、まあやっぱり他と比べる、まあ昔と比べるとちょっと早めにね情報が出ているので、やっぱ何らかしらフラグになっているのかなっていうのは、まあ楽しみにしておいていい点になってるんじゃないかなと思います。ただ今回に関して一応クリスマスの予想とかいろいろあったりするんですが、 6.5 章クリア前提ということで、 6.5 章のサーバントがワンチャン関わるんじゃないかみたいなこと言われてます。でそこをここのコラボクリスマスキャンペーンに重ねてくるのか、はたまたやっぱり人気どころだけとりあえずすすって入れておいて、まあ安定にね、クリスマスのコラボキャンペーンとしてやるのかっていうのはまだ分かっていないということで、まあめちゃくちゃ楽しみだよねっていうのがすっごいある。で実際まあこういう風に外部でなんかコラボするっていうの珍しいんですよ。一応なんか大手とかで言うと、めちゃくちゃ前にチキンラーメンとかとコラボしたとか、サンリオとコラボしたとか、いろいろなやつがあってて、でその中で今回マクドナルドプラスコカ・コーラプラス FGO っていう、もうなんかうわ大手だみたいな、やべえやみたいな感じのコラボレーションとなっているんで、まあここもし気になるなっていう方は情報を追ってみるっていうのはありなんじゃないかなと思います。でまあ実際のところこの情報に関しては、さっきも言ったんですが、本日11月29日の19時からですね、生放送あるんですが、そこで発表されるかもみたいなことを言われているので、まあそこは楽しみに待っておくみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。ただグダグダの情報が出ると思ったら、まさかのクリスマスのマクドナルドコラボの情報が出るということで、はい、どんな感じになるのかっていうのはちょっと気になるね。これにそのまま流れて、まあ2週間後ぐらいにまた FGO の公式でね、グダグダではなくクリスマスの公式イベントやります、公式生放送やりますって言ってくれると、まあめちゃくちゃいいなっていう感じかな。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。
ハハハハ。